初めて歩いた町へ、今日のあの町は人影少なく、思い出に浸るには十分すぎて、源氏山から北鎌倉へ、あの日と同じ道のりで縁切り寺。ちょうどこの寺の山門前で、君は突然に泣き出して、お願いここだけはよして、あなたとの糸がもし切れたなら生きてゆけない、あの日誰かに頼んで取った一枚きりの一緒の写真納めに来ました、縁切り寺。幸せでしょうか、一度だけ街で見かけたけれど、紫陽花まではまだ間があるから、こっそりと君の名を呼ばせてください。人の縁とは不思議なもので、そんな君からわかるの言葉。